大盛況のうちに幕を落とした第3回キャストフェス。しかし当日、なんと交通事故で参加できなかったキャストがいることはあまり知られていないのである。幻のエントリーナンバー10、騎兵団ガジェットリボルバーからエリシーちゃんが動画になって登場だ。キャスコちゃんのコーデでは比較的露出しがちな肌色要素、今回はこれをあえて極限まで抑えたコーデとなっております。まずご覧いただきたいのはこちら、遠距離戦士。右肩のミサイルボット、左肩はキャノン、エクラナームに標準搭載の武装など、多種多様な弾頭を使いこなし、細身のシレットから放たれる驚異の弾幕に震える。エリシーちゃんのベースカラーであるスカイブルーから硝煙を感じさせる重たいブラック、そしてヘッドギアに走るスリットアイはターゲットを無慈悲にロックする。武装の重厚さとハイブスラスターによる軽快さを両立した緩急の強いクリエイト。打ちはするが打たれはしない、小柄ながらもその様は無情のキリングマシンそのものだ。続いてはこちら、近接戦士用。先ほどとは一転して鋭利なフォルムがとってもエッジ、迂闊に近寄ればどの角度からと言わず致命傷は避けられないでしょう。カラーリングも遠距離戦士用とは対照的なブルー&ホワイト、拡張された客ユニットから繰り出される蹴りの軌跡を捉えることなど並の適正存在にできはしないのです。閃光のごときまばゆさと穏やかな感情を想起させる流麗なツインアイ、有機的要素を排除しつつもエリシーちゃん元来の可憐さを損なわない繊細なコーデの完成度、こちら永久保存版となっております。そしてエリシーちゃんといえば兄弟機シルフィードのご登場だ。キャストフェス当日は揃わなかった珠玉のツーショットが今ここに。そしてさらにエリシーちゃんの詳細を知りたい場合はツイッターにてハッシュタグエリシーちゃんをスコロで検索だぜ。